ちょっと見ていきたいと思います。まあ、日本からはですね、はい、3人の選手が参加したんですが、はい、加納さん、鈴木さん、そして松也さん、はい、ちょうど高校3人娘ですね。そうですね、はい、まあ、どんなことをこう期待されましたか。そうですね、やはりこの大会、今シーズンの幕開けと同時に来年のモスクワ対策ということで、まあ、中心になるだろう3人が派遣されたわけなんですけれども、これはそうしますと大事な大会ですね。はい、とても大事な大会ですね。ですから、この大会での出来なんかは気にしないで、自分の体操が今世界でどのランクにいるのかをはっきり自分自身で知ってくるということ、それで今後のその成長の糧にするという、そういう大会ですから思い切ってぶつかってみたいですね。なるほど。さあ、まず先陣を切って女子、松谷真紀さんです。思い切って自分の体操をしてほしいところです。前方宙返り降りです。彼女は東京じゃなくて岡山にいるんですね。ああ、そうですね。で、地方のハンデを全然感じさせないスキーとした、はい、キメの速い体操をする、まあ、女の子ですよね。なかなか会場でもですね、はい、人気がありまして、はい、拍手が起きてましたよ。顔も可愛いですしね、明るくて、受ける雰囲気がいいんでしょうね。さあ、変わって17歳の高校3年生鈴木時恵さんです。まあ、この選手もそれからもう一人の加納さんもですね、はい、いずれもこうジュニアの大会でこう育ってきた選手ですね。そうですね、日本もやっとジュニアで育った選手が国際的にデビューしていくという時期になりましたね。昨シーズンから使っていますオリジナル曲に合わせて、さあ床運動です。バネがあるので、こういう組み合わせなんかも難なくやってしまうんですね。あっと、ちょっと尻餅をついてしまいましたね。バネがあるんですけれども、繊細さということでちょっと欠けるんですね。例えばこの組み合わせの最後に使います、はい、一回ひねりの足のばらつきだとか、その後の姿勢の取り方だとか、繊細さが彼女に出てくるともっと違った体操ができるんじゃないかと思います。さあ、78年全日本選手権最年少で王座につきました加納弥生さんです。
加納さんいかがでしょうか。そうですね、小さい時から体操スクールに通って、きちっとした、基本運動ができてると思うんですけれども、ただ彼女の体操になんか表情がないっていうんでしょうか、表情が変わっていかないっていうところがあるんですね。ですからあの床なんかは特に、自分の表情を見てる人に訴えていくというような特徴のある、種目ですから、そういう面で動きの一つ一つに表情があるんだということを今回学んでくれるといいと思います。この大会この3人がですね、何かを掴んでそれを自分の糧にして大きくなってほしいものですね。さて日本の選手と比較しましてですね、ソビエト、層の厚さを一つ見ていただきたいと思うんですがね、この選手はなんと12歳最年少のビチャロバ選手なんです。最高級難度をしっかりと入れてます。今着地でですね、かわいそう、泣き出してしまいました。腰がちょっと上の方からストーンと落ちましてね、弾かれてしまったんですが、さあそんなに怪我がなければいいんですが、まだ小さいですからね。このビチャロバ選手、そしてこのユルチェンコ選手とオープン参加の選手なんですが、本当にソビエトはですね、選手の層が厚いと言いますか。そうですね、そしていろんなタイプのね選手がいますよね。オープン参加なんですが、非常にこう果敢に小技に挑戦していますね。そうですね、これからのソ連を担うっていうんでしょうか、モスクワ後の対策もちゃんと立てているんじゃないかなっていう感じがしますね。このユールチェンコ選手はですね、なかなかこうプロポーションの綺麗な、線の綺麗な選手でした。こうやって見ましても整ってますし、それと今エバーマットを外しましたけれども、そうでしたね、ソ連では難しいものをやらせるときに怪我を防止するためにエバーマットを使わせてますね。2回目は取りました。今度はなかなか良かったですね、短いひねりですね。この時はオープン参加でも 9.65 といういい得点が出ました。素晴らしいですね。続々とオリンピック候補生、若い選手が育っている、何かこうソビエトという感じがいたします。日本もこれからもっともっと頑張ってるし、そういった感じがいたしますね。女子の個人総合は2つのグループに分かれましたが、もう一つのグループ、さあアガポワ、ザハロワ、シャポシニコワ、ダビドワ、マミスクリさん、この4人はですね、今のソビエトの女子の最高の力と言ってもいいんじゃないですかね。そうですね、そして来年のモスクワオリンピックのソ連のチームにこの4人が入ってくるんじゃないかなと予想されるメンバーを今回出してきましたね。今その4人がですね並んで、さあこれからいよいよ個人総合の演技ですが、このザハロワ選手っていうのは日本では新しい、そうですね、今年のアメリカンカップで優勝しまして、一躍こうなんか脚光を浴びた選手なんですね。さあまず段違い平行棒です。挑戦する気迫を感じますが、その向こうは床の演技です。 I love Paris の音楽がどうやら聞こえてきているようです。これといって新しい技は使っていませんけれども、どこも引かせないというんでしょうか、引かせない演技構成で、しかもきちっとまとめたというところは見事ですね。それとこの体つきを見ますと、体にバネがありそうな選手ですね。本当にそれはそうですね。さあもう一度見てみたいと思うんですが、ザハロワ選手の段違い平行棒です。
統一から一回ひねって、ここが最近では新しい技ですね。はい、力強いスハロワ選手。はい、この技、まあ、2つでしょうね、彼女の見どころって言いますね。9.50 が出ました。そしてこの選手がシャポシニコワ選手です。あのストラスブール、去年の世界選手権、ムヒナ、ピラトワ、そしてこのシャポシニコワ、三強でしたね。そうですね。そして目線を決して上に上げないという憂いを含んだあの顔がとっても印象的でしたけれども、モスクワのですね、はい、ファン、特に男性にもですね、たまらない魅力、はい、そういったふうに伝えられてましたよ。ここからの車輪が決まるといいんですけれど、これですね、大変素晴らしいと思います。抱え込みの後方宙返り寄りでした。大変難しい難度を本当にミスなく無事に終えて、着地の時ニコッとしましたけれども、よかったなっていう感じでしたね。今の演技です。非常にこう腕の強さといいますかね、やはり小さい時からきちっとした理論のもとに、クチンスカイ選手ですか。メーカーと言われましたクチンスカイさんがね、審判をなすったんですね。そうですか。さて、代わってシャポシニコワ選手の平均台をご覧いただきましょう。今年18歳です。入り技からが面白いですね。ここからが彼女の特徴のある構成してます。演技の中に片手倒立を入れるんですね、はい、注目しましょう。ますけれどもね、はい、ただ内容が落ちないでミスがなかったもんですから手堅くまとめたんでしょうね。なるほど。この後種目別ではですね、はい、この2回後方宙返りを見せてましたね。はい、さあ今のフィニッシュです。シャポシニコワ選手、平均台の演技、さあどれくらいの点数が出ますか。ラストロスキーコーチと話しておりますけれども、まあ、完全に今優勝を狙ったですね。そうですね、優勝を狙った演技ですね。技を落としてそしてまとめる、9.75、まあまあですね、いい点数が出ました。さあ、代わってザハロワ選手の平均台を見てみましょう。16歳です。大変気迫のある、根性のありそうな顔をして、
高い宙返りを読み見つけました。ザハロワ選手の平均台、やはりこう入りからですね、はい、彼女のこのバネを生かした、そうですね、前方の抱え込み宙返りで入って、最後はダブル宙返り、それももう見事に高い位置で回って降りるんですね。2回目のこの高さですからね、高いですね、余裕がありますね。シャポシニコワ選手に続きましてザハロワ選手、さあ点数はどうでしょう。 9.60 です。さあ2種目終わりまして、やはりシャポシニコワ選手強いですね。そうですね、彼女はあの大きな大会での、まあ、今までのスターですからね、はあ、試合運びもうまかったと思います。さてこれでいよいよ3種目目に入るわけですが、アガポワ選手が15歳、ザハロワ選手16歳、シャポシニコワ選手18歳、ダビドワ選手も18歳、その中で一番若いこれからアガポワ選手、3種目目の床運動を見てみましょう。あの13歳の時日本に行きまして、あ、そうでしたね、はい、大変いい床を大変あのエレガントにやりこなしてとっても感心したんですけれども、ジュニアの大会で優勝、はい、したんですが、今回少し身長も伸びてまた線も良くなったと思いますし、はい、期待したいですね。まあ、彼女の見どころって言いますとタンブリング、それとスピードもあるようですね。そうですね、それから線の重さ、さあ曲はタンゴフラメンコです。の中で特にあの、はい、ヒーリングだとかエレガンスだとか、それからのファンタジーだとかというものをふんだんに盛り込める種目なんですね。で彼女の間の取り方、リズム、もう見てる人の心をこう引きつけ引きつけ最後まで引っ張っていくというような大変いいユカウンドですね。さあ彼女のその良さの一つ、タンブリン系の見事な動きですね。これはいい点数が出そうですね。そうですね、アガポワ選手 9.75 が出ました。でダブル宙返りを最初入れましたけど、彼女あれがなかなか吸収されなかったんですね。今まで あれを完成させたっていうことは大きいですね。はい、さあ代わってレニングラード出身18歳のダビドワ選手です。彼女の音楽はの交響楽で、今年初めての採用してもいいという国際的な模試入れがありましたので、はあ、さあチャイコフスキーのピアノコンチェルト、さて一転してディスコサウンドですね。そうですね、
パーフェクトはもう全く違った表現でヒットを打ちますね。まあ、ガーパー選手が非常にこう緩急バランスよく織り交ぜたといいますと、はい、まあ、この人は何かこう雰囲気を作ってしまいましたね。そうですね。そして上体の特に動きが波状運動っていうんですか、はあ、波のようにこう体に連動させるああいう運動をふんだんに入れまして、ガーパー選手が鋼のような線を出すかと思えば、この人は波のような動きを見せつけるっていうんでしょうか、ソ連ではコレオグラフィーの分野って言いまして、振り付けの分野っていうのは完全に確立されてまして、はい、その振り付け師が見てる人あるいは審判にどのようにアピールするかを常に研究してこうやって選手を育てるんですね。こういう構成に若さがありました。そうですね、いい振り付けです。何を見せますか、ナターシャ。いや、何かカルメンになったり、やるときは陶芸師のドンホセになったり、見事ですね、はい、床の演技時間は1分から1分30秒と決められてるんですけれども、1分30秒の中に一つの物語が展開されて終わっているという、そういう感じはしますね。そして彼女は技をもっとダブル宙返りとか持ってるんですけれども、技を整理してその分表現というものにかけてきてるようですね。ですからアクセントも非常に強いですし、間の取り方も大変素晴らしい、いい床運動だったと思います。いい得点が出ました。 9.85 です。これまでの床運動最高得点が出ました。さあ、代わってステラ・ザハロワ選手です。キエフに住んでいます16歳のザハロワ選手。いきなり意表をついた入り方ですね、前の3人とは
全く別の方向で、本当にこう無駄のないはぎれの良さって言いますかね、はい、素晴らしい演技でしたね。そうですね、あのスピードも前の人たちよりももっと速く次々に運動をやりまして、そして素晴らしいことは今フィルム出てますけど、このムーンサルト、はい、それから最後にやりましたダブル屈伸ですね、屈伸のダブル宙返りの、あの高さですね、2つの見せ場がありました、それで真ん中にもう一つ使いましたけれども、組み合わせで2回ひねりをやってますけれども、あの高さって言ったら見事ですね。あ、さあ採点はどうでしょうね。ただ今の採点規則だとこういう技を使った方が有利になるような気がするんですね。さあ、素晴らしい演技です。10点満点、パーフェクトの演技が出ました。ステラ・ザハロワ選手、ああ嬉しそうですね。まあそれにしましても本当に見事な演技でした。素晴らしい回転系運動の質ですね、もう男子をしのぐんじゃないですか。あれだけ動き回ってあれだけの高さで完成できるんですからね。まあ、びっくりした。春浅いモスクワにこう、はい、一輪の花が咲いた、そんな感じがしますね。そうですね、また新しい、あのタイプの変わった花ですね、さあこのパーフェクトで分からなくなりました優勝争い、わずかにこのシャポシニコワ選手がリードして、最終種目は跳馬です。シャポシニコワ選手の優勝をかけました跳馬1回目。いい飛躍でした。女子の場合はあの2回飛んでいい方が自分の得点になりますので、はあ、2回目はひねるんじゃないでしょうか。さあ今の1回目 9.65 です。さあ2回目シャポシニコワ選手です。前に手をついてしまいました。一体どうしたんでしょう、ナターシャの彼女の心はどうでしょう。完全に優勝というのに焦点を合わせてましたからね、さあこの間にこれからザハロワ選手が問います。今観衆の目はシャポシニコワ選手に集中しています。ザハロワ選手が9.90 を出しました。予想もしなかった逆転優勝、ザハロワ選手です。ミスクリさん、わずかにこれでですね、0.1 の差、逆転ですね。そうですか、またシャポシニコワが負けましたか。勝てないヒロイン、シャポシニコワ選手の伝説ですか。そうですね、あの勝つと彼女は一躍また自分の力を信じてやれると思うんですけれどもね。おめでとう、おめでとう、嬉しい、嬉しいでしょ、嬉しい。最後のね跳馬なんですけどね、 9.90 が出ました。あの時の気持ちはどうでした。嬉しい、嬉しい、嬉しい。床運動のあの満点の演技が出た時はどんな気持ちでした。これであなたはですね、モスクワオリンピック新しいスターになったわけですよ。頑張ってください、本当におめでとう。三井さん、新しい星がモスクワを目指してます。でもシャポシニコワ選手どうでしょう。もう勝てなかったのは非常に残念なんですけれども、日本のことわざに七転び八起きってありますが、これを生かしてモスクワオリンピックにはぜひ花と咲いてほしいですね。拍手とフラッシュを浴びてモスクワの3つの花が並びます。1位ザハロワ、2位シャポシニコワ、3位ダビドワ。表彰台には若い笑顔がよく似合う。その陰にと毎日欠かさぬトレーニングの明け暮れがあることでしょう。第6回モスクワニュース杯での大きな楽しみの一つ、それはどんな若い希望の星が飛び出てくるかという期待です。若い選手をどれだけ産み育てる伝統の実力と広い底辺を持っているのか、そ
そして来るべきオリンピックにどんな秘密兵器、どんな超ウルトラシーがあるのか、そうした無限の可能性を乗り越える恐れを知らない若さの勝利こそがモスクワオリンピックの道につながっていくのではないでしょうか。そうですね、まあ、女子も楽しみですね、まあ、これもやはりあの昨年優勝しました、ザハロワ、まあ、それを中心にあのそれの中堅どころのダビドワですか、それからナイムシナ、もう一人誰でしたですかね、ナイムシナ、ユルチェンコ、ユルチェンコですね、まあ、こういった選手があのどういう、まあ、技を示すかですね、そういったところも非常に興味深いと思いますね。